このキャンバストップバーッと開けた時の感じが好き、個人的には好きですね。好きです。アイーンって感じが、アイーンって感じがいいですね。閉まる途中に風圧でバキッつっていつもボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます、ボンドカーズ月村です。今日は暑かったね。暑かったっす。そんな暑い日にさらに暑い車を今日はご紹介したいと思います。2018年式のミニジョン・クーパーワークスのコンバーチブルですね。なかなか特に浦和店ではミニそんなに仕入れることないんですけども、まあ、私が浦和店に移動してきてからは頑張ってミニを仕入れるようにしています。その中でもちょっと私の目にかなった車が入ってきましたので紹介していきたいと思います。まずは外装からね。ジョン・クーパーワークスといえばやっぱりこう黒と、まあ、差し色の赤がこう代表的なカラーリングになると思いますけども、まあ、ヘッドライトはやはりアダプティブヘッドライトのオプションのヘッドライトですね。内側が黒くなるので、まあ、このボディカラーには合うヘッドライトですね。でぐるっと、まあ、コンバーチブルなのでキャンバストップです、まあ、ここがユニオンジャックの柄がこう入ってて上から見てもおしゃれ、開けてもおしゃれ、閉めててもおしゃれ。さすがミニですね。おしゃれです。ぐるっと後ろに回って、まあ、ジョン・クーパーワークスなので前後とも専用のバンパーでバックカメラついてます。でセンサーもついていますので。コンバーチブルの場合後ろの視界があんまり良くないんですけども、まあ、センサーとバックカメラで安心してバックすることもできます。 F 系になってからボディが一回り大きくなって3ナンバーになってるんで、前の R 系乗ってた人からすると大きいなんていう方も多いんですけど、ただ個人的にはこのコンバーチブルは本当にこう R 系の時と変わらずギュッと締まった感じでですね、R 乗りの私としては、ちなみに私 R 乗りでございますはい、腰から上の感じもバランスよくできているので、スタイルとしては F のコンバーチブルはおすすめです。好きです。では乗ってみましょう。まあコンフォートアクセスついてますので鍵持ってれば開きます。そして乗ります。よいしょ。ちょっと剥がしますね。乗るとまず目に飛び込むのがステアリングですね。パンチングとこう赤いステッチがレーシーな感じでいいじゃないですかね。まあ、もちろんパドルもついてます。そしてシートは黒と赤のコントラストがいいですね。ダイナミカシート、これホールドがねほんといいんですよ。ちょうどいいんですよね。浅すぎずかといってこうそんなに深すぎないんで、まあ、サーキット走る人は少し不足かもしれませんけど、ちょっと峠とか走るにはちょうどいいホールドで。意外にミニのシート疲れないので、まあ個人的なあれですかね、僕の体にはすごく合ってるので、長距離乗っててもそんなに小さいボディが小さい割には疲れないシートでおすすめのシートです。いやちんたら流して女の子声かけるぐらいでではエンジンをかけます。ブレーキを踏みながらこのトグルスイッチをポチンと。と同時にヘッドアップディスプレイが立ち上がって、見えるかな。この車の最大の特徴はやっぱりルーフなので、まあ他の部分は他のジョン・クーパー X と一緒ですからね。以前にもブログなんかでご紹介したんですけど、ミニのコンバーチブルの最大の特徴は、まずはここで1回止まるんですね。なのでサンルーフとして使えると。いきなりガバッと開かないところが細かい気遣いですね。たまにこうやって走ってるコンバ見かけますけど、ちょうどいいんじゃないですかね。全開するの恥ずかしいって人いますからね。でもう一回スイッチを押すと、次のアクションで全開になると。で何よりミニのオープンはフロントガラスがこう立ち気味なので、こうフロントガラスがこう頭上に迫ってこないんですよね。なのでこう運転してる時に目線に空がこう入ってくるポジションになるので、開放感が半端ないんですよね。他のオープンカーだとこんな感じでフロントガラスがこんなに来ちゃうんで、普通に乗ってると開いてんだか開いてないんだか、上見るとああ開いてたみたいな感じですけど、これはもう目線からもうすでに空みたいな感じなので、開放感は抜群ですね。いやこれ欲しいな。いいっすね、買いましょう。閉めるときは今度はトグルスイッチをこう向こう側に押し込むと、ロックまで全部自動です。あとは特徴的なのはこちらボタン、インテリジェントセーフティー。この裏側にカメラがついていて、このミラーのこの裏側だね。接近すると警告とブレーキ作動と。ないよりはあった方が断然いい装備ですね。月村さんの愛車にはついてるわけがないです私の車11年落ちですのであとはこの車アイドリングストップがまあついてますが、渋滞とかで煩わしい時なんかはオフにすることはもちろんできます。こちらで、あとはシートヒーター強中弱と。で、ミニのくせに左右独立のオートエアコンですねこんなちっちゃいのに左右独立にしなくてもいいんじゃねえかと個人的には思うんですけど、まあ、この辺りがいいんじゃないですかね。でここをこう動かすと、ここのライトがこう可愛いですね、反応してくれるんですね。これはいろんな操作でに順次でここが反応してくれるので、細かいギミックですね。あとはこう間接照明、アンビエントライト、色変わってるの分かりますか？分かりますね。何色あるんですか？これ何色あるんだろう。結構な数ありますね。僕のミニは確か4色が5色ぐらいしかなかったんですけど、なんか上でカチカチやると変わるんですか？そう、ここの上のミラーのところにあるトグルスイッチをこう押したり引いたりすると、まあお好きなカラーで、こうちょっとデートの時はちょっとムーディーな。次おすすめカラーは何ですか？僕は自分の車では季節ごとに変えてますね。夏は涼しげに青にしといて、冬はこうあったかそうなオレンジとか赤っぽい色にしたりとか。デートの時はピンク、ドピンクがいいんじゃないですかね。もちろんよろしいんじゃないでしょうか。おしゃれです。 ETC も、BMW に準じてミラーの裏側に入れるタイプがついています。 F 系は乗りやすいですよね。乗りやすいです。力もあるし、すごくステアリングが何せ R 時代よりも軽いし、運転は楽ですね。で、こういう安全装備もついているので、女性オーナーでも安心して乗れるお車だと思います。ちなみにおそらくディーラーオプションですかね、ドライブレコーダーも装備されていますので、この開放感、これからの季節最高ですね。これからの季節って言ってもこんな暑いとねなかなか開けることはないけど、海沿いとかこれで走るのはなんか気持ちいいじゃないですか。いや最高ですね。年にそんなに何回も開けることはないんだろうけども、ただ開けた時の開放感はもうサンルーフの日じゃないんで、やっぱりいいんじゃないですかね。で、何キロぐらいまでは開閉できるんですか？何キロだろうね。いや30キロまでいかないんじゃないかな。急に雨降ってきたら閉まんないと困りますだね。昔ハワイでボロいアメ車のオープンカー乗ってスコール来て、うわーって走りながらバーンって閉めようと思ったら、閉まる途中に風圧でバキッつってサルーオープンのホールぶっ壊して大変な思いしたことあるんだよな。持ってますね。いやあれは青かったね。おかげでずぶ濡れになったけどねいい思い出です。ボンネット開けるときは今の BMW と一緒で、レバーを2回引くとそのまますっと上げれます。そうだね。そうだね。これ意外にいいよね。こうやって探さなくていいからね、どこだどこだっつって。クーパー S の 2000cc ツインターボをベースにして。ジョン・クーパーワークスチューニングがされている形ですかね。231馬力、トルクが 32.6 キロ、このボディでこの馬力があれば十分、十分以上じゃないですかね。でちなみにボンネットにこうエアインテークっぽくスクープがあるんですけど、実はこれダミーです。ダミー？はい、ダミーです。エアはもうこっちから入れるようにできてるので、ただ車外のエアクリとかつけるときにここを開けて、エアを取り入れるような変更をすることもやってる人いますけどもね、もちろんうちでもできますし、だこれをちゃんとエアインテークとして生かしたいっていう人はまたご相談いただければ。ただちなみにこれはダミーです。エアはこっちから入れてます。いいですね。アイーンって感じが、いいですね。アイーンって感じが、このままでも十分かっこいいんですけど、やっぱり車はホイールと車高でかなり変わるので、できれば気持ち下げながらホイールも出しながらするとほぼほぼ決まっちゃうんじゃないですかね、この車は。そんな相談もしていただければ、ボンドならではのボンドグループを総力を挙げてお手伝いしたいと思います。ルーフをこのキャンバストップバーッと開けた時の感じが好き。あえて最近のオープンカーってどっかバコンと開けてバコバコバコっとしまってでバコッと蓋してみたいな、そういうのがなくて、ただ開けるだけみたいな感じが、昔のゴルフのカブリオレとかワーゲンのビートルのカブリオレとか、まあちょっとこうクラシカルな感じで、これはこれで個人的には好きですね。あえてこうどっかに格納しない、パタパタっと畳むだけっていう感じが意外に私のお気に入りポイントです。これ愛犬乗せるもよし、お姉ちゃん乗せるもよし、一人もよし。いかがでしたでしょうかいかがでしたでしょうか。今回ご紹介したこのお車、2018年式ミニジョン・クーパーワークスコンバーチブル、走行距離がまだたったの 2,500 キロです。お値段がなんと、あと合わせてチャンネルの登録もお願いいたします。それでは私はこのままこちらから失礼いたします。そうですね、まあマイナスポイントがないからね、星3つでございます。